おはようございます、今日は3月19日、日曜日、今6時15分ぐらいです。ちょうど日の出の時間ですね、今からスタートしようと思ったら朝飯買ってないことに気づいたので、ちょっと近くのファミマに朝飯を買いに行きます。それからまたリリアンさんに戻って、スタートということにします。今日は横波スカイラインの方行かず、こっち側の内側の方入っていこうと思います。あと今日日曜日だから船がないんですよね。ひたすら歩いて、土産線のどっかの駅まで行こうと思います。昨晩晩飯を買いに来た時に、朝飯も買っておけばよかったんですが、そこまで頭が回らず、朝30分ロスっちゃいました。綺麗な朝日です。今日も気持ちのいい歩き遍路ができそうです。リリアンさんに戻ってきました。荷物を取って、ここからスタートします。朝飯はどっか途中の休憩所でいただくことにしましょう。今回は横波スカイラインルートじゃなくて、裏の内湾の内側を歩く県道23号のルートで須崎の方に向かいます。今日は日曜日なので、巡航船もやってないんですよね。巡航船乗り場の手前に、休憩所があります。しっかりした作りですね。野宿とかもできそうです。ご丁寧にゴミ箱の用意もしてありました。ここから須崎市に入ります。1巡目の時は巡航船に乗ったんですが、ここが巡航船乗り場ですね。当時泊まった山陽荘さんで手配した送迎の車の手配ミスで危うく船に乗り損ねるところだった思い出のある場所です。昨日泊まったリリアンについてちょっとご説明をします。ゲストハウスで食事が用意できないので、基本的には素泊まりで、私が泊まった時は4000円でした。近くに食事できるお店があったりとか、あとコンビニがあるので、そこで買ってきたり食べに行ったりするみたいなんですが、昨日はたまたまお店がやってなかったみたいで、同宿の皆さんはコンビニでお弁当買ってきたりお酒買ってきたりしてね、飲んでました。あれ、個人的にはできればコンビニで買ってリリアンさんに持ってきて飯食った方がいいんじゃないかなと思います。みんなでテーブル囲んでね、飯食いながらいろんな話して、あそこに泊まる人お遍路さんが多いみたいなんで、でお母さんも歩き遍路とかね、車遍路とかされてるみたいなんで、話がすごくお遍路ネタで盛り上がるんですよね。今日は週末だからか魚釣りしてる人が大勢います。声かけようかとも思ったんですが、なんか集中してやってるみたいなので、素通りさせてもらいました。このルートはまあまあ交通量の多い、県道のようなので、定期的に自販機が出てきます。なので飲み物はそんなに心配しないでも大丈夫そうです。民宿なずなさんが見えてきました。奥に見える青い建物がきっとそうですね。お遍路宿としてとても有名なところです。 いつか泊まってみたいですね。この裏の内湾っていうのがすごく綺麗なんですよ。もう海水が透き通っててね、これだけ綺麗だとむしろ魚が近づかないような気もしますけど、どうでしょう。船着き場がありました。なずなさんに泊まるときっとここから巡航船乗るんでしょうね。便利な場所にあります。お好み焼き、横波三里グリルシーフード、なんかうまそうなお店ですね。海の上のかき小屋、これも気になりますね。いやー、ちょっと行ってみたいです。おはよう。お馬さんがいました。これなんだ、牧場でしょうか。馬が1頭だけいます。いくつか区画に分けられて、奥の方にもお馬さんがいます。牧場っぽいですね。土佐黒潮牧場っていうんだそうです。ちょっと調べてみたら、引退したお馬さんとか現役の競走馬の休養とかで、ここを利用するんだそうです。なんか柵が、素人目に見て低く見えるんですよね。これ飛んで逃げちゃったりとかしないんでしょうか。そういえば昨日
ちょっと不思議なことがあったんですよ。昇龍寺に到着する直前に黒いワンピース着た女性の方とすれ違ったんですが、なんとなく知ってる人な気がしてね、しばらく考えたんだけど思い出せなかったんですよね。でその後フォローしてるインスタをフォローしてる方が昇龍寺の奥の院に行きました的な画像をアップしてて、あ、もしかしてこの人だったかもと思ってね、昇龍寺のあたりにいましたって聞いたら、多分今日すれ違いましたみたいなこと言われたんですよ。で、何が不思議かっていうとね、私この人にお会いしたこともないし、インスタでもほぼ写ってないので、いわゆる体型風貌が私わからないんですよね、全く。だから本来はすれ違ってもあれと思わないはずなんですよ。なのになんでその時にあれと思ったのかがどうしても謎で、もうこれきっとねお大師様のお導きなんじゃないかと。いやでもそうでも考えないと、あれだけ多くの人とすれ違っててあれと思うはずないじゃないですか。あれ何なんですかね。いやある意味ちょっと怖いですね。そうそう、ちなみに先方の方もあれもしかしてこいつスネドラじゃねえかぐらいなことは思ったみたいなんですが、私そのリリアンさんにザック預けて身軽だったんですよね、その時。だから要はザックも背負ってないし、ゴープロもカバンの中にしまって撮影もしてなかったし、なんかやっぱりそういう状態だと極端に言ったら歩き遍路っぽくないじゃないですか。だから多分、違うだろうなぐらいに思ったんじゃないかと思うんですが、実際ザック預けて歩いてると農協してる時に駐車場代取られそうになったりで、歩き遍路って思われないことも結構多いんですよね。なんでまあやむを得ないことだと思うんですが、まあ、YouTube の方も見ていただいているということだったので、まあ、できればねお礼したかったんですけど、またどこかで、すれ違うことがあればですね、ぜひお礼してみたいと思います。前回の動画でも同様の話をさせていただきましたが、あまりに不思議な話なので、まあ、前回の動画見てない方のためにもう一度ご説明させていただきました。お遍路ステッカーがこの辺から出てきますね。いや、このシールを見るとほっと一安心です。裏の内トンネルに入ります。このトンネル路側帯がすごい狭いんですよね。ちょっと怖いです。ポンカン、レモン、白縫い、ブンタン。白縫いっていうのは初めて聞きました。レモン以外は見てもいまいち区別がつかないですね。もっと勉強しなくちゃいけません。気持ちのいい遍路道です。今日は天気もいいし気温もちょうどいいしね、最高の歩き遍路日和です。ホイホイで歩いていきましょう。あー、ここの左奥が巡航船の横波の船着き場ですね。巡航船に乗って移動してきた歩きお遍路さんはみんなここで降りて、再び歩き出すことになります。降りてすぐのところに、コンビニがあるので、ここで何か必要なものがあれば補給しておきましょう。前回私たちはこの先の分岐、ここですね、これを右に曲がって仏坂ルートで須崎に向かいました。今回は違うルートで歩きたいので、こっちには曲がらずにまっすぐ、進もうと思います。別に峠道歩きたくないっていうんじゃなくて、なるべくバリエーションをね広げたくて今回こっちの道を歩いてます。海の上にステージのようなものがあります。っていうかステージなんですかね、なんだろうこれ。ちょっと行ってみますと思ったらなんか入れないみたいですね。まあ、そもそもステージかどうかもわかんないですけど、これ以上は行くことができないようです。しばらく歩くと、休憩所というかトイレがありました。ちょうどいい場所にあるのでちょっとお借りします。横波スカイラインルートで歩いてくるとあっちの方から出てくるんですよね。で、ここでこっちの道と合流になります。は逆打ちですか。
役打ちしてます。ああ、そうなんですか。大変ですね。頑張ってください。行きます。逆打ちの遍路さんとすれ違いました。逆打ちってきっと大変ですもんね。ほんと尊敬します。戸坂トンネルに入ります。このトンネルも路側帯が狭そうです。いやー、なかなか怖いですね。本当は右側歩けばいいんでしょうけどね、ついつい癖で左側を歩いちゃってます。岩本島での距離は書いてないですね。まあまだ距離を見る必要がないぐらい遠いんだと思います。お遍路の休憩所っぽいものがありますが、チェーンが貼ってあって入れないようです。ちょっと単調ですが、気持ちのいい道をひたすら歩いていきます。遍路小屋第17号、須崎です。この区間は休憩できる場所があまりないので、ここで朝飯がてら大休憩することにします。いや、立派な遍路小屋です。夕方4時以降は、野宿もできるようです。トイレすぐそこ。岩本島で残り36キロ、まだ半分も来てないですね。喫茶訪れ 2.2 キロ先だそうです。遍路小屋によく置いてあるこの遍路ノート、これ読むの面白いんですよね。いろんな感謝の気持ちがたくさん書いてあって、いくら時間があっても足りません。横にあるトイレを貸していただきます。簡易式のトイレですね。あ、こちら側には水場もあるようです。トイレはトイレットペーパーもついてます。いや、本当に助かります。はい、大休憩も終わって食事もしたので、再び歩き出します。ここは右側の道を歩きます。地図的にはこっちが遍路道になってます。遍路ステッカーはなかったですけどね。向こう側にコンビニがありました。コンビニ寄りたい方は県道をそのまま行った方がいいような感じです。ここをまっすぐ行ってしまうと大野号の方に行ってしまうので、左に曲がって川沿いを歩いていきます。ここは間違えないように注意が必要ですね。この辺りからは何回か道を曲がるので、標識を見逃さないように注意しながら歩いていきましょう。ただいま11時40分スタートして5時間ぐらい経過しました。距離にして20キロ弱ぐらい、大休憩した割には、まあまあいいペースで歩けてます。ただそろそろ疲れてきたね。今日は6時の飛行機で東京に帰らないといけないので、土産線のどっかの駅3時から3時半ぐらいには電車乗らないと、飛行機危ないですね。土佐新城駅までなんとかして行けるかなと思ったけど、まあ、新城駅までは多分大丈夫っぽいんで、その先の阿波の駅に行くかやめるか、もうちょっと行ったら判断しようと思います。道を間違えないように注意が必要ですなんてさっき言いましたが、ここ1巡目の時には歩いてないですね。標識だとか遍路ステッカーちゃんと見ながら歩いたんですけどね。初見の道です。ここもぐるっと回って、通りを下くぐっていくんですが、ここも確実に歩いてないですね。クワが売ってます。これ手作りなんでしょうねきっと。あ、この大通りは前回も歩きました。やっと合流ですね。そろそろ昼時なので食事をしたいと思います。真由美の店で鍋焼きラーメン食べたいなとは思ってるんですが、きっと混んでるだろうから、まあ、他の店でもいいやと思ってこのお食事処マス屋さんに入ろうとしたんですが、待ってる人もいてすごい混んでたのでやめました。ビジネスホテル鳥越です。ここも遍路さん泊まる人多いですよね。須崎のあたりで宿を探そうと思ったら、ここは候補に上がってくるお宿になってます。岩本島で残り、また距離書いてないですね。というかこれ距離を消した雰囲気がありますね。なんででしょうか。また出てきました。岩本島で残り、
あ、ここも消されてますね。何かあったんでしょうか。スーパーコインランドリー、一体何がスーパーなのか見に行きたいところですが、ちょっと向こうに渡るのがめんどくさいんでやめておきます。50円の自動販売機、いや、いくらなんでも50円っていうのはね、さすがにねえだろうと思ったんですが、ここに60円があります。メロンクリームソーダ、50円って本当にあんのかなと思ったらありました。この缶コーヒーですね。いや、安い。ビジネスホテルさつきです。ここもやっぱりお遍路さん泊まる人多いですよね。トン太郎です。ここでね、飯食わなかったことをこの後後悔することになります。四万十市、四万十町、これ名前すごく似てますけど全然違う町なんですよね。初めての人は混乱すると思います。やっと真由美の店に着きました。ワンチャンあればと思ったんですが、こんなに待ってます。もうとてもじゃないけどもう無理ですね。真由美の店は諦めます。歩き遍路道は真由美の店のあたりを左に行くべきなんですが、ちょっとこのタイミングになると昼飯を食べることが優先順位として一番になってくるので、前回と同様にまたトンネルを抜けました。トンネルを抜けたところにはツルハドラッグにスーパーの富士、それからもう一軒なんかファミレスみたいのがあるんですよね。今回はもう残念ですがここで食事しようと思います。ドンジャカさんです。唐揚げといえばなんといってもビールですよね。またしてもう飲んじゃってます。はい、無事食事もすることができたので再び遍路道に戻って、先に進みます。ここを曲がって、土佐新城駅の方に出ます。この辺りのローカルな駅は電車の本数がとても少ないのでタイミング合わせるのが困難なんですよね。今たまたま電車止まってますが、あれは逆方面に行く電車です。まだ時間があるので阿波駅まで行こうと思います。ここも前回歩かなかったところです。須崎市のマスコットキャラクター新庄くんが見えてきました。ということは向こうにあるのは道の駅川嘘の里須崎ですね。前回はあっちの方からここの国道に出てきました。おむすび卵焼きの竹崎さんです。ここの卵焼きがとても美味しいっていうんで評判ですよね。お遍路さんでも食べる方が多いようです。ここからは阿波駅まで国道56号をひたすら歩いていくんですが、バスの時間までまだ随分と時間があるのと、旧遍路道を見つけたのでそっちを歩いてみようと思って横にそれました。この道を登っていきます。向こう側に見えるのが国道56号ですね。並走して登っていくような感じの道です。お遍路シールも貼ってあるんで道は間違えてないようなんですが、ちょっと事情があってですね、しばらく歩いた後やっぱり戻ってます。はい、国道56号に戻ってきました。さっきあの辺をずっと歩いてたんですよね。いや、ちょっとねしくじりました。この辺からの景色は綺麗ですよね。高台からずっと下っていきます。阿波駅まではあと 3,40 分ぐらいでしょうか。時間的にはなんとか間に合いそうです。今逆打ちの、女性のお遍路さんとすれ違いました。逆打ちの方も増えましたよね。本当に尊敬します。頑張ってください。阿波野駅まで残り4キロぐらいのところで旧遍路道というか四国の道なのかながあったんで、まだ次のバスまで時間も随分余りそうなんで、せっかくだから国道じゃなくてそっち歩こうと思ってちょっと行ったんですけど、当初何回かこの国道を行ったり来たりするんでね、状況時間見ながら、あれだったら途中から国道に戻ってこればいいやぐらいで行ったんですよ。でも歩くとどんどん上に登ってって、よく地図を見ると国道に戻らないんですよね。要はトンネルの上を横切るような感じで、それに気づいてですね、慌てて戻ってきて再び国道を歩き出しました。いやー、30分ぐらいロスったかな。
っぱり地図はちゃんと見ないとダメですね。まあバスにはなんとか間に合いそうなんでよかったんですけど、いやーちょっとね反省です。さっききっとこの山の上のあたり歩いてたんだと思うんですよね。いや国道に降りるとこあんのかと思ったらなくてショックでした。あの辺の道ずっと歩いてたら多分距離が倍以上になるので間に合わなかったと思うんですよね。なので早めに戻ってきて正解だったんだなって勝手に自分に言い聞かせてます。阿波駅にやっと到着しました。予定よりも一駅多く歩くことができました。今回はここで終了です。電車はしばらく来ないので、バスに乗って須崎の駅まで出てそこから特急で帰ります。次のバスは14時53分。まだ10分ぐらいあるのでせっかくだから阿波の駅を見てこうと思います。海の見える駅としては愛媛の下灘駅が有名ですが、こっちの阿波駅の方が海に近いんですよね。個人的にはこっちの駅の方が景色は素晴らしいなっていう印象があります。駅前には立派な集落活動センターがありましたが今日はお休みのようです。トイレが立派なんですよ。これウォシュレットだしね、真新しい感じです。はい、阿波駅です。こんな景色なんですよね、素晴らしいです。しかもこれ電車じゃなくて汽車なので電線もないんですよね。本当に景色が素晴らしい。ラブラブベンチっていうのがあったのでちょっと一人で撮ってみました。恥ずかしかったですけどね、まあせっかくなんでね座ってみました。そろそろバスが来そうなのでバス停に戻ります。はい、今回は阿波駅で終了になりました。電車のタイミングが悪くて、ここからバスで須崎まで向かって、須崎から電車に乗って、高知駅から、バスで空港に向かって、18時20分の飛行機、順当に行けば間に合うんだけどちょっと気悪いかな、途中なんかあったらゲームオーバーなんで念のためその1時間後の JAL も押さえてます。今回土佐新庄駅で終わるかなと思ったけど、なんとか阿波駅まで来ることができました。次回はここの阿波駅からスタートしてこの先、八景坂峠を行くか国道で行くかはちょっとまだ時間のタイミングによるんで決めてませんけど、またここからスタートになります。バスが来ました。ちょっと想像してたバスと違いますね。コミュニティバスみたいな感じです。このバスで須崎の駅に向かいます。須崎駅は特急が止まるので電車の本数が多いんですよね。駅前も、まあ、栄えてるって言ったらあれですが、まあでも賑やかな感じです。特急停車駅なので駅員さんもいるし自動券売機もありました。今回は土日両方とも歩いちゃったんで明日の仕事がとっても心配ですけど、まあしょうがないですね、まあ、自業自得っていうやつです。さっさと帰りましょう。今回も最後までご覧いただいてありがとうございました。次回からはスタート地点に移動するまでに時間がかかるのでスケジュールがきつきつになりますが気合い入れて歩いていきますのでぜひ応援よろしくお願いします。チャンネル登録、高評価、コメントぜひお願いします。それではまた。